綺麗。そっちしか見えない。あ、でも綺麗。かわいい椅子がある。あーでも綺麗だね。砂浜が綺麗だわ。めっちゃ綺麗じゃん。川の形もほんとすっごい変わってる。へえ。川遊びもできるからね。エビがいるよ。これは釣り竿を持ってくるべきだったんじゃないのかい。あの高台の草が生えてる上でキャンプできたら最高か。あ、ほんとだね。絶対楽しいやつ。楽しいけど、あそこまで運ぶのが大変だよね。そうそうそう。マニヤンマくんの登場です。もう早速アブが来ましたね。マニヤンマくんはあと5個ぐらい飛ばないといけないただいまの気温37度。12時43分ですね。結構暑いよね。まあ、風があるから、今日は風があるね。まだいいけどね、うん、風なかったらちょっと危ないかな。はい。で、今日は扇風機も持ってきてるし、冷蔵庫もつないでる。大容量のポータブル電源を持ってきました。あ、少し波が出てきてない？うねってないけ？うねってはないか。でも波が出てきてる。波がある。さっきまであんな波なかった気がする。そうね、ねえ、あ、ちょっとうねりが、うねりが出てきたね。
焼くと思いきや、ちょっとアブが多すぎてさ。でもいなくなったんじゃない？今一匹取ったっけ？今ここ取ったのアブだった。あ、これ持ってきててよかった。いつもハイエースにさ、下に置くまな板みたいのあったじゃん、うん、あれにこう出たからさ、これにあの熱が行くといけないなと思って。ほら、油がめっちゃ飛んでるね。本当だ、あぶんな。川の前通るもんね、スレスレで。全然さ、鬼山膜の効果なくない？もうちょっと近くに置かないといけないのかな、うん、そこも。ん？かわいい鳥の声が、マチュピチュマチュピチュって言う。マチュピチュマチュピチュって聞こえる。え、また詰まった。ゴールデンドリップ。着いた。こう明るいとね、微妙に見えないんだよね。どういうこと？バイバイ。すごい涼しそうなワンシーン。ここまで避けられないの？無理。マジ？うん。これは火が火力が強すぎで。表面だけ焦げるもんね、これだと。うん、で、鉄板持ってきてないでしたっけ？持ってきてる。
朝と夜は魚釣るやつが多い気がする。結構青物で有名だな、ここ。はい、うどんも冷蔵庫で冷やしてるよ。最後、結構いるね。うん、油がいなくなったんじゃない。油かないね、本当にかな。やっぱ効果あるんだからね。すごく来たもんね。まあ、一時はいたけどね。うん、鬼山くんつけた後も。カープを立ててすぐ来て、うん、で、しばらくはいたけど、鬼山くんぶら下げてから、もう手がついたらいなくなって。もう来ないね。あっ、すネギは、乗せる人、乗せない人。乗せる。まださっきのちょっと激しい潮目が出てる。あ、そう、すごいよね、あの潮目はっきり見えるもんね。さっき真横にこうあったもんね。トトロが通ったね。トトロじゃないよ、猫バスだよ。でもそんなジメジメしてないね。54%だから。本当にいるやつなんだって何言ってんの。でなんでアブなんか何を怖がって逃げるわけ。でも絶対リアルだよ。リアル鬼山くんだよね。絶対そうだよ。色がだって街ロープですごい隠れてんだけど。いやちょっと
言える位置にどうにか行けないと。本当にそっち側に行こうか。ほら、黒黄色でさ、目が緑で。ね、これさ、もうちょっとそっちからさ、うん、もうちょっと移動しよう。近づく、うん、いや、あっち、あっち、あっちから、あっちから。あっちから後ろ、逆、うん、後ろから行こう。後ろにもある。鬼山くん、どの距離2メートルぐらい？だって今本当に食べるのにね、必死だから。うん、食べてる食べてる。え、こんなんなんだ。すごいね。食べてるのあるかな。羽っぽいのがある。うん、うん。まあ、アブも羽はあるけど、なんか茶色っぽい羽だね。そうそうそう。すごい、こんなとこで見れるとは。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe.